ました。あ、こっちさん、はーい、そっちそっち、あ、そっちか、はーい。はい、しかもこっちから出てくるんだ。そうなんです。浜松国際のピアノコンクールとかアカデミーとかもみんなこう来ますよね。そう音楽の街っていう感じですね。真面目か、はい、ということで今からねちょっとここで演奏していきたいと思います。はい、はい、公開レッスンがありますので今日はちょっとそれに備えてゆっくり休みたいと思います。で、明後日がこのメンバーでポンちゃんのコンサートがありますので、あ、なんか一緒に写真を撮りましょうということで、フレンさんちょっとなんか一瞬一言どうですか。今サンタナハちゃんと、はい、煽りすぎだって悪口を言いながら、はい、煽ったもん勝ちだなと思って本番だけめっちゃ煽った飲みました。ビール一口だけ飲みました。ちょっとどうですか、食レポ的な食レポ、さあどうでしょう。この、はい、あの白ビールっていう、はい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 、あのバイスビア、はい、これ私がビールを飲めるきっかけになったお酒なんですけど、うん、ちなみに僕も一緒なんです。やっぱりビール、そうですよね、僕も白ビール焙煎から入ったんで。ですよね、はい、わかります。なんか学生の頃に、うん、ドイツに一人で、はいはいはい、最初に美味しいって思った味を思い出しました。なるほど、優しい優しい
すごいちゃんと食レポしてくれてますね。ありがとうございます。おはようございます。今日はですね、浜松のヤマハさんで、すっごい建物ですよね。稲垣恵美子さんとトークショー兼演奏会がございます。でそれが終わり次第ですね、今度は浜松白輪楽器さんの方で公開レッスン3人、やる予定でございます。さあ今日も頑張ります。ありました、こちらです。今日はもう90席完売みたいで、あ、恥ずかしい。今のご気分はどうでしょうか。もう、はい、だいぶ追い詰められてますけどピアノがいいので。そうですね、ピアノに任せて。でもとってもいい響きで、すごい綺麗な音色で、はい。さんは本番演奏前は食べれるんですか。普通の公演とか普通の仕事と全然食べるんですけど、うん、ピアノ怖すぎてもう本当は食べれない多分食べても味がしない。そうそう、うん、コーヒーとかカフェインは手が震えるから嫌だっていう人がいる。震えるの。震えるみたい。コーヒーやめるとお茶とかもダメなの。ちょっとこの濃いめのお茶とか飲んじゃったよ。もう飲んじゃったよだからでもはっきり言ってこれ飲もうが飲む前が手震えるから、うんうん、震える時はもう震えるもん。もう私レッスンの時震えてるから終わった終わった。どうでしたか稲垣さん。いやもうなんか生きて、はい、なんていうのこういつも生きて帰ってこれた感じよまあ毎回それ言ってますよね。そうもう死ぬかと思ったっていう、うん、なんとか滑落とかこう熊に襲われるとかなくもうちょっと弾けた。いや僕もそれはあるけど、もうちょっと弾けただけど、うん、これが精一杯でした今日の、はい、トークショーが終わり、ちょっとヤマハさんいろいろ見せていただいてます。3階のサロンすごい枠。このバッグのアピールポイント、はいはい、これはフリーダ・カーロというアーティスト、はいはい、メキシコの国民的英雄。へえ。女性です。あ、女性なんですか。はい、ちょっと前がちょっと前が繋がってるんですけど、髪はやっぱアフロなんですかね。アフロじゃなくてアフロではないです。アフロじゃないです。ちょっとこうスパンコールなんで、ああそう見えるっていうだけですよね。ちりって見えますけど、ちりってはいない。ちりってはいない。ちりってはいない。わかりました。はい、はい、こういう時に間違ったりするんですよね。接客だったりラーメン作り一つ一つの作業に向かう。私が運転する融資を取っといてください。運転できるんですね。命の保証はない。怖いですね。誰か乗せたことないかも。え、本当？初？初めてじゃないですけど、はい、できるだけ命を奪いたくないんで、なんか命を預かりたくないんで、一人で、はい、なんかブラブラする分にはなりますね。なるほどですね。はい。はい。ははじゃない。
白輪楽器さんでの公開レッスンが終わりました。本当に今日はお世話になりました。ありがとうございます。また何かありましたらぜひよろしくお願いします。はい、また来てください。はい、ありがとうございます。はい、現在ですね午前1時です。白輪楽器さんのね公開レッスン終わった後にですね、浜松でお世話になっている方やら、皆さんとですねちょっと会食をしてまいりまして、今ホテル戻ってきました。浜松ラストで、やっていきたいと思います。で明日もでもねもう一泊して次の日午前中にですね、ちょっと可愛い楽器の方とお食事があって、それが終わり次第東京に帰ろうと思います。今日はちょっと疲れ果てたので寝たいと思います。おやすみなさい。本日は浜松のコンサートサロン夢広ホールさんで、コンサートでございます。なかなか連日の本番で疲労が溜まっておりますが、今日は踏ん張って演奏しようと思います。中はですねこんな感じです。完売になったコンサートなんですけど、結構椅子がキツキツですね。そうなんです。本当に米頭が熱くなる思いです。今日
今日はありがとうございました。どうでした久しぶりの運転。いやもうあのバックで駐車ができない何せかりんさん駐車が下手くそすぎてやり直しでございます。アテンドがついてますいい感じだと思います。はい、うまくいきましたね。うまくいきました。はい。